おおなんかすごい一瞬にカードが変わった、えー、ゴージコラボのハットルと申しますちょっと驚きとともに始まったんですけど今回はマジシャンのルナさんをお呼びしていろいろお聞きしたいと思います、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いします皆さんもこんにちはああのー、まあ、ね、はい、マジシャンというとねどっちからかというと男性の人が多いイメージがすごい強いんですけど女性マジシャンって結構珍しいなと思うんですけどはい まあそもそも、うん、ルナさんがマジックをマジシャンになろうと思ったきっかけって何かあるんですか。きっかけはですね、そうですね。私最初はあのマジシャンのアシスタントで、うん、えっとこの業界に入って、はい、でアシスタントと言ってもあのよく皆さんが想像されるアシスタントってこう舞台上で綺麗なドレスを着てこう何かこう道具を渡したりとかっていうのを想像されると思うんですけど、私はもう本当はあの道具持ちから、うん。 音響叩きからこうそういう裏方から入ったんですね。うん、はい。でそんな中でやっぱりマジカでこうプロのマジシャンの技を見ると、うん、どうしてもなんかこう自分でもやりたくなってきちゃってなるほど。はい。はい、であの最初に覚えたマジックは自力、うんすね、あいや自力で私覚えたんですよ。うん、誰にも聞かないでもうネットで調べまくって、うん、でいざやってみたらできてだ、うん、それが マジックに興味を持った最初のきっかけかもしれないです。へえ。いやでもその前にそのマジシャンのアシスタントになろうと思ったっていうことはなんかあるんですか。えそれはあのなんかこう流れで。流れで。はい。へえ<ー>。なんとなくこう人生を歩んでたら気づいたらマジシャンのアシスタントをやっていたっていう。<ー>そうなんですよ。確かにねあの冒頭のね、はい、一瞬にこうパってカードが変わるのを見てると、はい、なんかあれできたらかっこいいなって思いますね。いやですよね。はい。いそうなんですよ。はい。 あの、僕もほら、人と会うことが多いんですけど、自己紹介で、日本だと、名刺を渡したら、するじゃないですか。あんなんじゃなくて、ピッてやったら、かっこいいなと思って。あ、ぜひ、あの、マジックに興味を持っていただいたということで、これから、あの、よかったら、教えますので。あ、そうですか、ありがとうございます。そんなわけで、一番最初に、あの、マジック。覚えたマジックっていうのがあるって聞いたんですけど、どんなマジックだったんですか。やりましょうか、今。いいんですか。はい、やりましょう、やりましょう。じゃ。あ 最初に覚えたのはトランプを使ったマジックだったんですけど、はいはい、じゃあなんかじゃ画面の向こうの皆さんもなんかバラバラですね、はい、じゃあ社長、はい、1>, 1枚引いてください、はい、で引いたら私に見えないようにまずご自分でしっかり覚えて、はい、でよかったらカメラにも見せてください、はい いやらしいですねはい。では社長が選んだこのカードを私が持っているトランプの中にしまっちゃいます一番上これ選んだカードですか違います違います一番後ろは違います違いますこれがなんとですよ指を弾くと一番上に上がってくるこれでしたこれこれ私が最初に覚えたマジックえ もう一回やりましょうか、うん、これをもう一度中にしまいます、うん、入,った入りましたね、はい、指を弾くと一番上に上がってくるんですんでこれを最初に覚えたんですよ、うん、っていうのもあのこれテレビで見たのかなこのマジックをテレビで見たときに絶対にあれはあの嘘だって思ってしまったんですよ、うん あの絶対にこうタレントさんとかと打ち合わせをしててっていう風うに思ったんですね。はい、でもいざやっぱ目の前で見てみたら本当に不思議でいや不思議ですよ。不思議で<当>わこれ,これ絶対やりたいって思ったのが本当にマジックをマジックに興味を持ったきっかけ。なるほどいや、はい、本当にびっくりしました。ありがとうございます。まあそんなねヌラさんですけどね、はい、今もこう生で見て、うん、マジックすげーって思っ、はい ちゃうんですけど、まあそのマジックの持つ魅力っていうのをね、うん、ちょっと次回聞いてみたいと思うんで、はいえー、さらに突っ込んだ話を、はい、次回またよろしくお願いします。はい、今回ありがとうございました。ありがとうございます